こんばんは。今回は MI 社がね、新規転生したので使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、じゃあね、試合の方を見ながら喋っていこうかなと思うんですけど、このキャラの印象としては、まあ、バイスもろめたっていう感じかな。バイス対面は結構強いなと思いました。ただ他のキャラ対面だとどうだろうな。まあ、基本的なそこら辺のキャラだったら、この毒が結構刺さるんで、これで枯らしつつ、まあ、重力ギミックとかで翻弄はできるかなとは思うんですけど、ただ、この環境トップのこのティナとか、あとエレノアとか、そこら辺対面はちょっと微妙かな。まあ、エレノアはまだ勝てる方なんだけど、ティナに関してはやっぱ、パラメータアップ封印のせいでその足は遅くて、ボレーとかスペシャルとかが補給しづらいっていうのがあるんで、そこがかなり辛いっていうところではあります。ただこれから二人とも下方来るじゃないですか。なので、下方が来たらかなり倒しやすくはなりそうな予感はしてます。まあ、毒の効果があるおかげで、あのバリアとかも剥がしやすいしってことで、まあ、下方前提ではある。ただその下方された後にバイスが暴れるのを危惧して、まあ愛者を出したようなイメージですね。今の段階でも多分、まあ上手い人なら勝てるのかもしれないけど、ただ3点取られちゃったらきついとは思いますね。温存になっちゃうから、そこからはきついとは思います。やっぱ足遅い、エリアないっていうのがかなりきついので、まあ硬直無効だけで戦える人ならいけるかもしれない。ただ、それやるなら他の新規キャラでもいいんじゃないかっていう気はしちゃうので、まあ現状は下方待ちっていう印象ですね。エレノアはまだなんとかなるんだけど、ティナがちょっとどうしようもないような感じはしちゃいますね、今のところ。やっぱ足遅いっていうのが致命的すぎて辛いとこではあります。そこなんとかできる人だったらいけるかもしんないけど、普通の人が使っても多分ティナには勝てないんじゃないのかなと思うので、まあ現状は下方を待ちましょう。クレイは、相変わらずティナなんじゃねえかなとは思いますけどもね。はい。ということで、戦場の方見ていこうかなと思うんですけども、まあ、細かいところが変更になった感じなのかな。まあ、後ろのベースラインのダイブとかに関しては、一応、ベースライン乗らないとダメなのかな。だから、基本的にはバイスの極限ぐらいしか使うことはないとは思うので、基本的には自分の足で取る必要があります。ただ、ずっと空中無効ついてるのは偉いよね。なので、そこはまあ、自分の足で取りましょうと。はい。で、ギミックとかは前からありますもんね。まあ、血縛りとかは、今回からつきましたけども。まあまあ、そこはまあ別に触れなくてもいいとして、あとは、ノーバンスピンとかは結構でかいのかな。もともとあったんかもしんないけど、これがあると、こういう入れ板ギミックとかある中でも使いやすいのかなとは思います。あとは、そうですね。あとは、空中地面向こうか。もともと空中向こうはあったのかな。ただ、地面向こうまでついたんで、そこら辺の影響で、そうですね。ギミックキャラに強くなったのはでかい。まあ、ギミックキャラっていうか、まあ、ミラー対策でつけたんでしょうけど、これがあるおかげで、まあ、相当、まあ、ギミックには強いが、どうなんだろうな。なんとも言えないけど、まあでもギミック耐性あると強いっていうのは黒川が証明してくれてるんで、まあ強いことは間違いないとは思います。あとは、転生スタイルがちょっと微妙かな。ネックロだから、ネックロが使えるシーン、どうだろうな。打球ののけ場とかそういうところかな。あんまり思いつかないけど、基本的に空中地面向こうあれば足りるシーン多いからな。あんまりだけど、まあ、選ぶならネックロになるのかな。ベースライナーで削りっていうもあるけど、削り、いや、まあ、チャージだけど、どうだろうな。ベースライナーで削りもありえんのかな。で、まあ、転生スタイルとかに関しては、まあ、さっき言った硬直無効はでかいし、毒レベル5っていうのも、もともとありましたけど、これがあるので、まあ、その、ティナのバリア割りやすいとか、あとはその、状態上向こうなければ、魔境向こうとかもなければ、毒で枯らしたりもできるんで、これ自体は強い。毒レベル5って高いんで、これ自体は強いとは思います。あとはアナザーアクションを押すと、特殊ショットが出るんですけど、これね、クソザコです。めちゃくちゃ弱いです。なので、これ何のために実装したのかわかんないんですけど、これがマジで弱いんだよな。この試合でもなんかちょくちょく押してみたりはしたんですけども、どういうシーンで使うかがわかんなかった。ロブとかも遅いから、それ高い球スマッシュとかで取られちゃうし、
まあスピンがまだワンチャンあるけど、それぐらいだったらまだ16ギミックに普通の打球で入れた方が強くないって思っちゃうから、そんなにとは思いますけどもね。はい、ということで、まあここまで追い詰めた通り、一応エレノマ自体はいけるとは思います。ただ PS 次第では全然ね、ここから巻き返されることもあるんで、ちょっとね、自分が慣れてなさすぎるっていうのはあるんですけども、ちゃんと慣れてればいけると思います。これもちゃんと取ってなんかギアショ返したりとかしたら勝ったと思うので、ここの対面は本当慣れですね。たくさんやって慣れていけば勝てるとは思います。あとは花粉も来るんで、まあそれ次第かな。はい、ということで、まあ、大体そんな感じですかね。まあ、このキャラはどうなったろうな使わればすると思うけど、まあとりあえずティナが下方されてくんないと結局あれなので、まあ、それ次第にはなるとは思います。はい、バナザーアクション弱いな打つメリットを感じないな。でここ地面向こう、あれ地面向こうってなんで剥がれたんだ。強化状態、強化状態、あ、秒間が通り過ぎちゃったってことかな。30秒間だから、これが取りすぎちゃうと、このコードの影響を受けてしまう。ああ、なるほどね。で、カウンターとかはちゃんと取る必要があると。後ろのダイブがね、取ってくればよかったんだけど、これは取ってくんないんで、まあ、ここが辛いところではあります。ただ、まあ、極限取ってくれるだけでだいぶでかいんで、しかもこれ勝手に取ってくれるやつだから、そこがでかいのかな。ラケ分しなくてもいいからね。勝手に取ってくれるから、まあ、極限に強いのはでかいが、まあ、入れ板とかやれちゃう可能性があるので、まあ、ここは注意が必要なのかなと思います。はい。でこの試合は普通に、そうですね、関係をキャラいない人との対面になります。で、そうですね。まあ、どういう感じで勝てるかって感じです。まあ、上位2人はきついけど、まあ、いや、まあ、エレナはいける方だけど、ティナがきついんですけど、まあ、他のキャラには強いよっていうところが見せられればいいかなと思います。はい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 。でここで取って、ナコ取られちゃうんですけど、毒がね、やっぱ結構強くて、これの影響で結構ね、ちょくちょく枯れてたんですよ。見ていきましょう。チャージとかをちゃんと取りながら、はい、スマッシュできず、はい、送り。じゃ、これはね、ミスなんですけども、まあ、ここで SSS がもう溜まるので、まあ、ここで展開して、どうにかっていう感じかな。状態上向く持ってなければこんな感じやっぱでかいかな。で、ここのミスはでかいんですが、まあまあまあ、あと1打球触って、SSS を打ちたい。はい、取って、これ溜まったんで、ここで、はい、打って、とりあえず決めますと。そうすると、まあ、一応味方に渡せるけど、まあ、愛者の回なんで愛者でとりあえずこのまま行って、で、この通り結構ね、毒でね、枯れてくれるんですよ。あとは16ギミックで飛びついたり してくれると、結構遅くなるんで、これもでかいかな。急速ダウンもでかいよな。まあ、それ過信すぎるとこれで点取られちゃうんですけど、まあ、継続ダウンはかなり大きいが、まあ、あとは16ギミックにいかに飛ばせるかかな。もう毒で意外と枯れてますもんね。まあ、ただ毒、ちょっと待って。さっきから SS とかさ、ドリンクとかで、すぐ戻すのやめてもらっていいですか。これのせいで、あんま毒のいいところ見せれてないんですけど。はい、ここで入れたりとかして、はいはい。で、ここでスマッシュ打ちたいが、今、アナザーアクション試しましたね。弱いな。弱すぎる。マジでこれの存在意義がわかんなすぎる。ここで、はい、SS を打って決めると。まあ、こんな感じで、まあ、毒効く相手だったら割かしいい感じですね。枯らせやすいので、はい。で、最後に、バイスを使って、愛車タイムやっていこうかなっていう感じですね。はい。ボレー決めたりとか。まあ、ラケットがちょっとあんまり現実っぽくないんですけどもね。大体今の環境だと、ミダラケが多いのかな。なので、まあ、あんまりなんですけど、まあ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 。まあ、この、アスラだけ持ってても勝てるかどうかっていうのは見れればいいんで、はい。これ取って、ここで SS 打てない。ここで SS 。今 SS 打ってればな、瞬間に取れたのに。これ痛い。で、これ急速ダウン食らってるんで、まあ、ここはあんまり SS 打たない方がいいんだけど、まあ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 、はい。ここでまあ、打って、で、なんかギミックに入ると、ちゃんと取ってくれて、はい。なので、極限には強い。あとは、こっちの重力の方も、なんかね、自分、途中まで見落としてたんですけど、血縛りがやっぱあるんですよ。これ何秒だったかな？血縛りは、ですね。ですね。血縛りは、あ、1秒なんだ。ただ、空中型の方は20秒とかあるんで、まあ、ギミック向こう持ってないバイスに対しては、まあ、結構、いい感じの活躍ができるんじゃなかろうかと思います。ほんとなんかバイスピンポイントかな、こういう、瞬間移動もできなくされちゃうんで、そうですね。極限取ってくれて、ダイブとか瞬間移動させないって点で、
まあ、バイスメタとしてはかなり優秀ですね。だからバイス困ってた人は、まあ、じゃんけんの駒として全然使えるのかなと思います。スマッシュ怖い、スマッシュ怖い、取る。血縛りとか飲んなければこうできるけどね。はい、まあ、できる限りバイスは、まあ、バイス側を使うなら、まあ、入らないように頑張るってことになるのかな。入っちゃうと血縛り食らっちゃうのでこれがちょっとね嫌すぎる。でここでもう一回一応スペシャルが溜まったので乗らないように打ってみようかなと思ったんですけど、やっぱどうしても乗っちゃうなって感じかな。斜めに打っても結局あそこに乗っちゃうから取られちゃう気がしますね。はい、でこんな感じです。今のところはまあバイスピンポイントメタで、で下方次第ではティナとかエレノアにも全然抗えそうな性能持ってるので、まあ割かしいい性能だなぁと思いました。あとはまあギミック無効とかないとか、あと不要無効とか状態上無効とかなければ、まあ、毒とか転移とかで結構翻弄できるんで、まあ、割かしいい性能に仕上がったなぁと思います。でこのキャラのダブルススキル持ってるんで、そうだな、次色メロとか新規したりするんですかね。そこら辺もまあ楽しみに待ちながらっていう感じかなと思います。ギアとかに関しては、そうだな、自分はアスラで使ったんですけども、まあ好みかな、別に何でもいいと思うんですけど、まあとりあえず初手から使えないなら、まあ増加とかが、まあ無難なのかなとは思いました。はい。ということでこんな感じです。それはもうごめん。ありがとうございました。お疲れ様です。